ロームはアメリカ合衆国ニューヨーク州の中央部北よりオナイダ郡にある都市である。アップステートニューヨークと呼ばれる地域にある。2010年国勢調査での人口は33,725人だった。作家ジェームズ・フェニモア・クーパーのレザーストッキング物語で有名になったレザーストッキングの国にあるユーティカローム大都市圏の主要都市の一つである。 アメリカ合衆国会議員ニューヨーク州第22選挙区に属している。ローム市は18世紀と19世紀に北アメリカの大西洋海岸と五大湖を繋いだ重要なな水路が通った場所にある。当初の開拓地はこの水路を守るために1750年代に建設された砦、特にイギリスのスタンウィックス砦と関連していた。市となる発展は1796年に水路に 沿ったローム運河の建設で始まり、同年、オナイダ軍の一部としてロームの町が正式に創設された。この運河に隣接する小さな町は当初の土地所有者にちなみ、しばらくの間、非公式にリンチビルと呼ばれていた。1870年2月23日、ニューヨーク州議会がロームの町を正式に市に転換した。ローム市民は町のことを アメリカ市の都市と呼んできた。ロームは、五代ことカナダからモホーク川とハドソン川を経由して、大西洋に至るインディアンの交易ルートに沿って、設立された。このルートは、おないだキャリーイングプレイス、あるいは、シックスネーションズの言語で、大きな運ぶ場所を意味する、デオエインスタと呼ばれていた。このような名前は、東のモホーク川と西のウッドクリークの間にある陸路を行っており、 それは、オンタリオ湖に通じていた。それは、オンタリオ湖からハドソン川下流まで1000マイル以上ある、交易の水路の中で、唯一の陸路を通る短い区間であり、現在の同い場の地域内にある。ハドソン川からもホーク川を遡ってきた旅人や、交易業者は、季節によって1.7マイルないし6マイルの陸路を、荷物と船を運び、西のオンタリオ湖への工程を続ける必要があった。 7年戦争の北アメリカ前線となったフレンチ・インディアン戦争の時、この地域では多くの戦闘があった。イギリスの植民地人はナいだキャリーイングプレイスを守るため、さらに魅力ある毛皮交易をカナダからのフランス人の侵害から守るために、いくつか小さな砦を建設した。しかし百五十六年のブルトリでの戦いでは、フランス軍勢規兵、カナダ人及び、 同盟インディアンの混成軍がイギリス軍を圧倒し、虐殺した。1758年後半、イギリスは地域の守りを強化しようと何度か試みむなしく、終わった後で大部隊を送って、同いだキャリーを確保し、防壁を築いてスタンウィックストリデと名付けた。イギリスは、この戦争でフランスを破った後で、ミシシッピガワイ島の領土を奪った。 1768年のスタンウィックス取り条約を締結して、色恋族に対してこの地域を保護しようとした。イギリス人とインディアンの関係士で最悪クラスの条約とも言われてきた。また、アパラジア山脈の西に秩序を作り出すためのイギリスによる最後の捨て身の努力とも言われた。戦後イギリスは取りを放棄し、取りは朽ちて最終的に崩壊し、 その部品を開拓者たちが使った。1776年、大陸軍がアメリカ独立戦争の戦略的な目的で、砦の再建を決めた。独立戦争後に再度放棄され、壊された。今日では草ややぶに覆われた土の塚が残っているだけである。1976年に再建された、スタンウィックス取でアメリカ独立戦争が勃発した時、 大陸軍がスタンウィックス取を再占領し、再建、改良した。この設備が1777年のサラトガ方面作戦で重要な役割を果たし、降伏しない砦として有名になった。ピーター・ガンスボート大佐の指揮下に、パトリオットの民兵、正規兵及び同盟をないだ族インディアンが1777年8月に、イギリス軍による長い包囲戦を跳ね返した。 イギリス軍はバリーセントリージャー将軍が指揮するイギリス兵、ドイツ兵、ロイヤリスト、カナダ兵及びいくつかのインディアン部族出身の戦士で構成されていた。イギリス軍はこの包囲戦に失敗したことに加え、その近くのオリスカニーで起きた戦闘、ベニントン、サラトガと続いて北部植民地を奪取しようとしたイギリス軍の共同作戦がついえた。 アメリカ側の成功によりフランスやオランダとの同盟が成立した。イギリス軍はアメリカ北部のフロンティアともホーク側バレー全体で起こった流血の戦闘であるスタンウィックス砦で撃退された後、アメリカ人開拓者に対して大きな敗北となったが、特にシックスネーションズの損失が大きかった。 オナイダ族の多くがイギリス軍と同盟したモホーク族やセネカ族など四部族と戦ったので色濃い連邦は内戦状態となった。スタンウィックストリではアメリカ側からイギリスのロイヤリスト部隊及びその同盟ハウデノソーニー族に対する攻撃の出発点となった。特に1779年のサリバン遠征はイギリスと同盟した色濃い族の集落に対する 見境のない焦土作戦となった。模倣区族の州長ジョセフ・ブラントやジョン・バトラーが率いたロイヤリスト非正規兵によるチェリーバレー虐殺のようなフロンティアへの攻撃と残虐行為に対してジョージ・ワシントンが報復行動を命じたものだった。サリバン遠征では50近い色恋族の村と保管食料を破壊し、その後の冬にインディアンを植えさせることになった。 色恋族の多くが逃げ場を求めてカナダに行った。トリデは1781年に最終的に放棄された。1830年、ローム市はスタンウィックストリデの廃墟の上に発展した。1935年スタンウィックストリデ法は、スタンウィックストリデを国定記念碑に指定するものだった。1973年、18世紀の建設と中東に関わる。 歴史的資料に基づき、スタンウィックス取りの再建が始まり、1976年に観光した。2005年7月2日、マリナスウィレットセンターが歴史的な場所に開館した。視聴覚プログラムを通じて観光客を案内し、博物館の収集品の保管場所を確保した。オナイダ・キャリーとフロンティアを通る東西方向の交易ルートは、 エリー運河の建設で確固たるものになった。1817年7月4日、ロームでエリー運河の建設が始まった。エリー運河はロームで420フィートと最高地点になっている。リビア同製品会社がアメリカ合衆国では最高クラスの製造業の会社である。リビア同製品会社は1928年から1929年の間にロームで結成された。 これは、マサチューセッツ州カントンにあったリビア道会社の一つであった、いくつかの会社が一連の合併を行った結果としてできたものである。リビア道製品会社の初代社長のジョージ・エイチ・アレンは、この合併にも含まれた元見、元ミシガンと製銅会社の社長だった。リビア道製品会社の初期の歴史は、アイザック・カイ・マーコスソンによる銅の遺産。 リビアドと製造会社の話に詳しい。一時期、アメリカ合衆国で使われる同製品の10%はロームで製造されていた。ジェシー・ウィリアムズが1851年にアメリカで最初のチーズ工場をロームで設立した。ウィリアムズは大規模なチーズ製造のために今日でも使われている工程を開発した。 ロームは1870年に市として法人化された。1951年から1991年までロームウェアー開発センターがグリフィス空軍基地に置かれていた。1991年、ロームウェアー開発センターはローム研究所に再指定された。1993年に基地再編閉鎖計画の一部としてグリフィス空軍基地が閉鎖されるまでは活動していた。 1997年、ローム研究所が空軍研究実験所の一部となり、ローム研究サイトと改名された。この研究所は無線通信の分野で空軍の大きな技術的成果を上げてきた。グリフィス空軍基地は敷地が3552エカーある。東部防空区域も元のグリフィス空軍基地があった場所にある。全国的に認められたロックの祭りである。 ウッドストック1999はロームで開催された。この時に元のグリフィス空軍基地の敷地が使われた。7月23日から25日の週末に3日間の祭りが開かれ、約20万人の監修を集めた。ケーブルネットワークの MTV がコンサートの模様をカバーし、米テレビで週末のライブ映像が流された。この祭りではメタリカ、キットロック、 DMX、レッド、ホットチリペッパーズ、ワイクリフジーン、ジョージ・クリントン、ジャミロク・ワイ、ジェームス・ブラウン、シェディル・クロー、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンなどが登場した。祭りの最後は混乱と破壊となった。群衆の中で焚き火が焚かれ、警官が突入した喧嘩が起こり、略奪も発生した。2005年7月、ニューヨーク市の開発業者パーク、ドライブ・エステッツが、 元はグリフィス空軍基地の士官などの住宅だったウッドヘイブンハージングを買収した。現在はリゾートスタイルの成人社会への再開発が進行中である。ロームはニューヨーク数の都市で面積では2番目に大きな都市であり全米の都市の中でも第140位である。アメリカ合衆国国政調査局によれば地域全面積は75.7平方マイルであり。 このうち陸地74.9平方マイル、水域は0.8平方マイルで、水域率は0.99%である。ロームでは毎年冬に120インチ以上の降雪がある。これはオンタリオ湖に近いために湖水降下雪が降るためである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ロームで最も人気あるスポーツ会場は、 ケネディアイスアリーナである。多くのアイスホッケーチームが使い、フィギュアスケートの行事もある。このアリーナの建設は1963年に始まり、1964年に完成した。2008年に改修された。2010年11月にフェデラルホッケーリーグのロームフレンジーの本拠地として、ロームはプロスポーツの拠点となった。改修されたジョンカイケネディ市民アリーナで、 ホームゲームを行った。2011年6月23日、フレンジーは観客数が少ないことを理由に運営を中断し、2011年から2012年のシーズンをキャンセルし、より継続が可能な場所への移転を誓った。1964年から1988年、ロームナイツ、後のカッパーシティチーフスがケネディアリーナで土曜の夜のホームゲームを行った。 チーフスはセミプロのアイスホッケークラブであり、カナダのオンタリオ州、ペンシルベニア州フィラデルフィア市、ニュージャージー州ニューアーク市、ニューイングランド、およびニューヨーク州の他都市のシニアや中間レベルのチームと競った。体を張った攻撃的なスタイルのプレーで知られ、選手はタフさを打った。存在した25年間で優勝を逃すことはなかった。ローム氏は市長、 市政委員会方式の政府を採用している。市長は、自然体を選挙区に選ばれ、市政委員は7つの選挙区から各一人が選出される。アムトラックのローム駅、クリフィス空軍基地が1995年に閉鎖され、クリフィス国際空港に転用され、一般用途や軍用に使われている。しかし、定期商業便は利用していない。アムトラックのローム駅が、 マーティンストリート6599にある。ローム駅には、下記の列車が停車する。ロームの道路による主要な接続は、ニューヨーク修道49号線の自動車、専用道部分であるユーティカロームエクスプレスウェイである。ロームからユーティカまで14マイルを走り、大きなクローバーリーフ型インターチェンジで、週間高速道路90号線、道790号線、 ニューヨーク州道5号線、道12号線、道8号線と交差する。ニューヨーク州中央部地域交通局が市内でバス6系統を運行しており、そのうちに系統はアムトラックの駅に行く。ありがとうございます。